東海や関東エリアではにわか雨に注意が必要です。ではまずいただいているリポートから見ていきましょう。静岡県静岡市清水区の方からです。ポツポツと雨が降っています。北寄りの風が冷たい、肌寒い朝ですということでした。まあ、現在八重桜綺麗に咲いているようですけれども、ちょっと雨も降っていて肌寒い朝になっているみたいですね。はい、はい。現在もすでに雨が降っているところあるようですが、さらにこの後雨のエリア広がってしまうんでしょうか。そうですね、はい。東海エリアからスタートして、最終的には関東の方にまで、雨のエリア広がってきそうです。はい、はい。現在の状況を確認してみたいと思うんですけども、7時現在皆さんからいただいた10分天気の報告を見ていきますと、東海エリア、こちらの方で、雨が降っています。愛知県、それから静岡県ではザーザー降りの雨の報告もいただいているといった状況ですね。はい。清水のあたりは、今リポートいただいた清水のあたりはまだポツポツパラパラといった雨が主体というふうになっています。この後この雨のエリアなんですけども、どのように動くか、まずこの雨を降らせている雲を見ていきたいと思います。こちら衛星画像、可視画像を見たものなんですけども、周辺は晴れているんですけども、こちら東海から関東にかけて、海の方向から雲が広がっていまして、ところどころにちょっと発達した雲が見えているといった状況、わかるかと思います。この後どのようにこの雲が動いていくのか、はい。はい。予想で見ていきたいと思うんですけどね。はい、こちらです。南の方から広がって北の方にこう、ね、広がっていってる雲なんですけども、これが先ほどの雲ということになります。そして最終的にはこう東の方、関東の方にまで広がってきているといった状況です。この雲なんですけども、南東の風がこう吹き込むエリアと、それから西寄りの風が吹く風ですね、これがこうぶつかるようなところで発生しているんですけども、この雲はこれから今夜にかけて雨を降らせるといった状況になりそうですので、この天気の方をですね、ちょっと拡大して見ていきたいと思います。今ご覧いただいているのはこちら東海から降り始めた雨の様子なんですけども、少しこう北の方に広がっていって、だんだんとこの雨のエリア拡大してきそうなんですね。で、関東へも夕方あたりから夜にかけて広がってくるだろうというふうな見立てをしていまして、こちら夜の早い時間帯ではもう雨が降り出してくるところ多いかと思います。ただ一方ですね、この雲は南の海上から広がっているんですけども、北陸までには広がっていかないだろうというふうな見方をしています。ということで今日のこの雨は東海から関東エリア限定の雨というふうに見ていただいていいかと思います。はい。まあ、今関東晴れてますけども、今日の夕方から夜にかけてにわか雨が降りやすいと思っていただければと思います。はい。ということで今は降っていないかもしれませんが、関東や東海エリア外出される場合には折りたたみ傘ご準備ください。詳しい情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。